皆様、本日は PyCon JP2020 にご参加いただきましてありがとうございます。お時間近くなってまいりましたので、ご案内の方から始めさせていただきます。この部屋では間もなく11時50分から、次のトーク、レトロゲームエンジンピクセルでゲームプログラミングを始めようが開始されます。この部屋のハッシュタグは PyCon JP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。続けて、Zoom でご参加いただいている方にご案内です。本日2日目の参加で、昨日もやったよって方はいらっしゃるかと思うんですけれども、Zoom の操作をまず練習をさせてください。質疑応答の際、Zoom の挙手機能を用います。Zoom の画面の下の参加者のアイコンから挙手をすることができます。操作になれるため、一度皆様挙手をしてみていただけますでしょうか。ありがとうございます。こちら挙手を、質疑応答の時間に挙手をいただきましたら、直接声を出してご質問いただけるように設定をさせていただきます。また文字での質問がしたいよという方は、コメント等でしていただけましたら、お時間がある際に、こちらで拾わせていただくかもしれないので、そちらの方でお願いいたします。はい、では手を挙げていただいた方、ありがとうございます。下ろしてください。はい、トークの最中、Zoom のチャットに、質問や感想等を書いていただいて構いませんので、ぜひコメントをお寄せください。続けまして、YouTube ライブでご覧いただいている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、PyConJP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。はい、お待たせいたしました。それではこれから、北尾隆さんの発表を始めます。タイトルはレトロゲームエンジンピクセルでゲームプログラミングを始めようです。発表時間は質疑応答を含めまして30分間です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。北尾さん、ビデオをオンにしてから読み上げをお願いいたします。はい、あ、読み上げればよろしいですか。はい、お願いいたします。はい、私の名前は北尾隆です。発表のタイトルは、レトロゲームエンジンピクセルでゲームプログラミングを始めようです。発表説明は日本語です。発表資料は日英両方です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。それでは画面の共有の方お願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。それでは皆様、北尾様を拍手でお迎えください。コメントにパチパチとお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あ、じゃあ始めて大丈夫ですか。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、それでは改めまして、レトロゲームエンジンピクセルでゲームプログラミングを始めようの発表をさせていただきます。本日発表させていただく北尾と申します。よろしくお願いします。で、実は私は今回が初めての PyCon JP への参加になります。リモートというちょっと特殊な状況ではあるんですけども、こういった発表の機会をいただき、大変感謝しております。ではまず、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は元ゲーム開発者でして、その昔はプレステ1とか2のゲームなどを開発しておりました。現在は電機メーカーで AR や VR などのいわゆる XR 系の技術開発をしています。そして私は本日ご紹介するレトロゲームエンジンピクセルの開発者でもあります。ピクセルをリリースしたときはありがたいことに世界中で話題にしていただいて、2018年の GitHub のデイリーランキングでは全世界の GitHub の開発者4000万人の中で1位にランクインすることができました。まあ、とは言っても3日後には NASA のランドローバーのプロジェクトの方に首位の座を奪われたりはしているのですが、ともあれ貴重な経験をさせていただきました。また、工学者さんの月刊 IO で今年の3月まで約1年間 Python プログラミングの記事の連載も行っておりました。読んでくださった方、もしいらっしゃいましたらどうもありがとうございます。さて、本日の発表で得られることですが、ここにいる皆さんが Python だけでこの動画のようなプログラムを簡単に作れるようになります。視聴されている皆さんの環境で動画が滑らかに動いていると嬉しいなと思うんですけど、私の環境では滑らかに動いています。で、ピクセルを使えば、左のゲームは155行、右のアニメーションは14行で書くことができます。ぜひ本日ピクセルの使い方を覚えていってください。
本日の説明内容です。まず、ピクセルの概要とインストール方法の説明を行い、その後3ステップに分けてピクセルを使ったプログラミングの方法を説明していきます。最初は簡単なお絵描きプログラム、次に付属ツールを使った画像や音の作成方法、最後に応用として実際のゲームの組み方をお話ししていきたいと思います。それではまずピクセルの概要と導入方法についてです。ピクセルは Python 向けレトロゲームエンジンで、具体的には昔ながらのドット絵タイプのゲームを作るための Python 用のライブラリになります。 GitHub でオープンソースのプロジェクトとして公開しており、現在7300スターになっています。GitHub 現在約1億プロジェクトがあるんですけど、その中のゲームエンジンのジャンルでいうと、人気のトップは Unreal Engine、Godot Engine、Cry Engine といった、まあ超メジャー級のゲームエンジンがあるんですが、ピクセルはスター数でいうとその後ろ、だいたい10位から15位くらいに位置しているプロジェクトになります。またピクセルは2018年生まれの比較的新しいファンタジーコンソールであるという言い方もできます。でこのファンタジーコンソールという言葉、馴染みがない方がほとんどなのではないかなと思うんですけど、 PC やスマホなどの上で動作する架空のゲーム機の呼び方になります。このジャンルの先駆けにピコ8というソフトがあるんですが、その制作者であるジョセフ・ホワイトさんが提唱し始めた言葉になります。でこのちなみにジョセフさん、確かニュージーランド出身の方だったと思うんですけど、日本にお住まいで、私も過去に一度お話をさせていただいたことがあります。でこのファンタジーコンソールの面白いところは、8ビット16ビットのゲーム機の時代、1980年代後半から90年代くらいのゲーム機の制約を意図的に再現しているところになります。例えば使える色は16色のみとか、入力は十字キーとボタン2つだけ、画面サイズは 256×256 以下といったような制約です。でこのファンタジーコンソールにもさまざまなものがあるので、違いが分かるようにちょっと俯瞰してみました。有償か無償か、厳密な制約を課しているか、比較的緩い制約かの二軸でマッピングしてあります。ピクセルは右下に位置しています。無料で比較的緩い制約で使えることと、開発に使用する言語が他のファンタジーコンソールは Lua であるのに対してピクセルは Python であることがポイントになります。改めてピクセルの特徴をまとめてみます。ピクセルの最大の特徴は Python でプログラムすることができ、他の Python のライブラリで自由に機能を拡張できることです。また Windows、Mac、Linux などの複数のプラットフォームに対応しています。セルフコンパイルをしてラズパイで動かしている方もいらっしゃるようです。加えて非常にシンプルな API で、画像や音楽の制作に必要なツールも同梱されていますので、どなたでも気軽にゲーム制作を始めることができます。最後に、ピクセルのライセンスは MIT ライセンスですので、無料で使えて、また開発者である私の許可を得なくても作成したソフトを販売したり、プログラミングスクールの教材として使うなどの商用利用も自由に行います。実際に海外の大学の授業や日本のプログラミングの塾などでピクセルはすでに使われているとお聞きしています。ピクセルの基本仕様がこちらになります。使える色は16色で、右の画像がピクセルで使える16色のパレットになります。また画面の最大サイズは 256×256 です。途中書かれているイメージバンク、タイルマップ、サウンド、ミュージックといったものがどんなものかは後ほどご説明しますが、やはり画像や音に使えるサイズや数は制限されています。一方、入力方法については、ゲーム以外の用途でも使えるように、キーボード、マウス、ゲームパッドと一通り対応しています。で、このピクセルで16色しか使えないということに驚かれた方もいるかもしれません。この色数の制限がファンタジーコンソールの一番面白いところかなと個人的には思っています。ピクセルの16色パレットを使った画像をこちらにいくつか載せてみましたが、まあ、どれもこうある種の味わいがあって、こう想像力がかきたたれるような感じがするんじゃないかなと思います。でまた私のように絵を描くのに慣れてない人は、色数やサイズの制限があった方が絵を描きやすいといった利点もあります。で時折使える色の数を増やしてほしいというリクエストをいただくこともあるのですが、そこはファンタジーコンソールの趣旨をご理解いただいて諦めていただいています。実際にピクセルを使って制作された作品の例をいくつかご紹介します。
左の例は全世界を対象としたピクセルによる24時間のゲーム制作イベントピクセルジャムの第1回の優勝作品になります。30秒ごとに昼夜昼夜が切り替わる世界でネズミやお化けを倒してレベルアップしながら出口を探すロールプレイングゲームになります。で、今は再生していませんが音楽も非常に雰囲気があるものになっています。右の例は同じ方が制作したゴルフゲームになります。コースエディターで自由にコースを作成できるのですが、このエディタ部分も、ピクセルで作られています。こちらはちょっと変わった作品の例でセキュリティ監視ツールの表示部分でピクセルを使用しています。レトロゲーム風セキュリティインシデント可視化ツール、ハチバーナという名前だそうです。で、このようにピクセルを使ってゲームを制作するだけでなく、Python 製のツールにピクセルを追加して、ちょっと変わった画面表示を実現するといった使い方も可能になっています。続いてピクセルの導入方法について説明します。ピクセルは PIP コマンドでインストールすることができます。Windows では必要なライブラリはすべて同梱されていますので、Python 3がインストールされた環境でターミナルからPIP インストールピクセルと打って実行すれば、インストールは完了です。Mac と Linux では SDL 等の別途必要なライブラリがあるため、ここに書かれているようにプリューコマンドや、apt コマンドで外部ライブラリのインストールを別途行います。なお、Pixel に同梱されるツールをどこからでも呼び出せるように Windows で Pixel を使う際にはPython コマンドをパスに追加することをお勧めしています。Windows 用の公式インストーラーで Python をインストールする場合は、インストール時のダイアログの赤い枠のところにチェックをつければパスへの追加が行われます。Pixel には様々なサンプルも付属しています。任意のフォルダで install_pixel_examples というコマンドを実行すると、pixel_examples という名前のフォルダが作成されて、その中に全サンプルがコピーされます。フォルダの中に移動して、好きなサンプルのファイル名を Python に指定して実行すると動かすことができます。こちらが Pixel に付属するサンプルの一覧になります。ジャンプゲームであったりとか、マウスでクリックするゲームだったりとか、スネークゲームなどのサンプルがあります。各ファイル名のところにそれぞれのソースコードへのリンクを貼っておきましたので、中身が気になるという方は後でクリックをしてみてください。それではいよいよ、Pixel を使ったプログラムのやり方を説明していきます。まずはシンプルなお絵描きプログラムの作り方からです。Pixel を使ったお絵描きは4つのステップで実現します。まずコードの先頭で Pixel モジュールをインポートします。次に Pixel の init 命令でサイズを指定して画面を初期化します。次に好きな描画命令を呼びます。この例ではレクトという命令を呼んでいます。最後に画面を表示してそれ以降の処理を停止するショーという命令を呼びます。こちらのプログラムを実行するとこのような画面が表示されます。真ん中に赤い四角が出ています。先ほどのレクト命令というのは指定した位置とサイズの区形を描画する命令です。ピクセルの画面は左上が00の原点で、右と下に行くほど X 座標と Y 座標が大きくなる座標形になっていますので、左上の座標が40、40で、幅80、高さ40の四角形はこのように描画されます。こちらがピクセルの描画命令の一覧になります。画面をクリアする CLS、クリアスクリーン命令や、点を描画する P セット、ポイントセット命令、区形を描画するレクト命令、円を描画するサークル命令といった感じに画像、テキスト、直線などの描画命令があります。で、画像の描画命令である BLT、ブリッド命令とタイルマップの描画命令である BLTM、ブリッド M 命令については後ほど詳しくご説明します。では、描画命令を使ったもう少し本格的なお絵描きプログラムの例をご紹介していきます。こちらは棒グラフの例になります。Python のリストとして棒グラフのデータを持っておいて、for ループでその値に応じた高さの区形を左から順に色を変えながら描画しています。最後に下の横線をこちらのライン命令で描画して、小命令で画面を表示しています。
ということで、まあ、チャレンジャーの方は会社の報告書とか大学の実験レポートなどのグラフ作成にぜひピクセルを使ってみてください。では次に動く絵、つまりアニメーションの作成をしていきたいと思います。先ほどの動かないお絵描きに比べていくつか必要なステップが増えています。追加で必要なステップを説明していきますと、まずピクセルのインポート後にアニメーションに必要な変数の初期化を行います。ここでは変数 X を0で初期化しています。またアニメーションというのは一度絵を出して終わりではなく、内容を更新しながら繰り返し絵を描画するため、初期化の後に while true で無限に繰り返すループを作成しています。そしてループの中で変数の更新とその変数を使った描画を行います。ここでは x の値を増やしていって、 x の値が画面の幅プラス20を超えたらマイナス20に戻しています。その後に CLS、クリアスクリーン命令で画面をクリアして、サークル命令で円を描画。最後に画面を更新して、その後も処理を継続する、フリップという命令を呼んでいます。このコードを実行すると、このような実行結果になります。円が左から右に動いて、画面が出たら再び左から入ってくるのを繰り返します。先ほどのサークル命令は、中心座標と半径を渡して円を描画する命令で、今回は X 座標のところに変数 X を渡しているので、円の位置が左から右にアニメーションしていきます。で、実は最近、このお絵描きプログラムを使って新しい、チャレンジを始めてみました。それは、つぶやきピクセル。英語で言うとピクセルツイートというもので、ピクセルのお絵描きプログラムを Twitter の280文字の文字制限内に収めて、スクリーンショットともにツイートする試みになります。で、もともとすでに JavaScript とか Lua でやられている方がいて、それを真似したものになります。で、まあ、やる前から分かってはいたんですけど、 Python の文法的に文字数を切り詰めるというのは相当難しくて、かなり苦戦しました。このあたり Python の上級者の方々にいろんな技を駆使して挑戦してみていただけると嬉しいです。こちらが実際のつぶやきピクセルの例です。この例のポイントをいくつかご紹介すると、まず文字数を稼ぐために、先ほどの無限ループの部分は while true ではなくて、while 1を使って、まず3文字稼いでいます。で、同じ理由で式の途中のスペースはなし、変数名はすべて1文字です。そしてアニメーションの部分は、この二重ループの部分で、小さな円を縦横に 32×32 個書いており、画面の中心からの距離に応じて、色やサイン関数で揺らすタイミング、いわゆる位相を変化させています。もう一つ面白いアニメーションの例を紹介します。こちらはもともと、スタイさんという方が JavaScript で作成されていたアニメーションを、私の方でピクセル向けに移植したものになります。で、この短いコードでこの模様が作れることが、すごい不思議に思えるんじゃないかと思いますが、これは旗折り機の要領で、こちらのフォアループで画面の一番上の横1ライン分のドットを打っては画面全体を下にスクロールさせるという処理を繰り返すことで実現されています。で、この模様の部分はこの計算式、ここでドットの有無を決定して書いています。この数字の部分をいじっていくと、実は模様がいろいろと変化します。お絵描きプログラムの SNS への投稿に便利な機能もご紹介しておきたいと思います。ピクセルのプログラム実行中に、ここに書いてあるショートカットキーを押すと、スクリーンショットや画面のアニメーションを保存することができます。ファイルはデスクトップに保存されますので、そのまま SNS の投稿画面に貼り付ければ、簡単にお絵描きプログラムの紹介ができます。では続いて、付属ツールを使った素材の作成方法についてご説明します。ピクセルには、ピクセルエディターという名前の画像と音楽を作成できるツールが付属しています。このピクセルエディターはターミナルからピクセルエディターと打つことで起動できます。で、このピクセルエディターには、ここにあるような4つのモードがあって、それぞれの名前に対応したリソースを作成できます。で、このモードはツールの左上にあるモード変更ボタンで切り替えることができます。また、ツールの右上にはマウス位置に応じてヘルプメッセージが出るようになっていますので、そちらも参照していただけるとより分かりやすくなるかと思います。で、この作成したリソースはピクセルのロード命令で読み込むことができます。で、
では、ピクセルの特別な仕組みの説明を交えつつ、ピクセルエディターの使い方の紹介をしていきたいと思います。まず、イメージバンクという仕組みについて説明します。ピクセルはイメージバンクという名前の 256×256 のサイズの裏画面を3面持っており、その中の任意の範囲を BLT、ブリット命令で画面にコピーすることができます。GPU におけるビデオメモリと同じ役割です。そしてこのイメージバンクを編集するモードがイメージエディタになります。右側のウィンドウでイメージバンクの中の編集位置を指定して、左側のウィンドウでその中身を編集していきます。また、この画面に直接 PNG、ピングファイルをドラッグすることで、他のツールで作成した画像を取り込むことも可能です。他の慣れたツールがあるという方は、そのツールで画像を作成して取り込むのも一つのやり方かなと思います。続いてタイルマップという仕組みについて説明します。で、もしかするとこのタイルマップがピクセルで一番理解が難しい部分になるんじゃないかなと思うんですけど、こちらは先ほどのイメージバンクの画像を 8×8 ピクセルのタイルとして使用して、そのタイルを並べて大きなマップを作る機能になります。タイルマップは横に256タイル、縦に256タイル分並べることができ、ピクセルでは8つタイルマップを使うことができます。そして、BLTM、ブリッド M 命令で指定した範囲のタイルマップを画面に描画できます。で、このタイルマップを編集するモードがタイルマップエディターになります。右のウィンドウにはイメージバンクが表示されていて、イメージバンクのどの部分をタイルとして使用するかを選び、そのタイルを左側のタイルマップに配置していきます。また、イメージバンクを選択する際にドラッグすると、複数のタイルを同時に選択して、一度にまとめて配置できるようにもなっています。これは 2×2 とか 3×3 といった複数タイルにまたがる大きなキャラクターや背景を配置したいときに便利です。なお、何番のタイルマップが何番のイメージバンクを参照しているかも、リソースデータの情報として保存されるようになっています。続いて、サウンドエディターです。サウンドエディターは、サウンドという名前の効果音や単音のメロディとして使用できるリソースを編集するモードになります。で、このサウンドは、ここにあるスピードで再生速度を変更できます。スピードは、値が小さくなるほど速く再生され、だいたい値が5以下ぐらいになると音階が聞き取れなくて、効果音のように聞こえて、5より大きいとメロディっぽく聞こえます。また、下の設定ウィンドウで、1音ごとに音色やエフェクトを設定することができるのですが、使える音色やエフェクトの種類は右上のヘルプメッセージに表示されるようになっています。最後にミュージックエディターです。ピクセルにおけるミュージックは複数のサウンドを指定した順番に再生していく音楽再生のためのリソースになります。下のウィンドウからこの64個のサウンドの中からサウンドを選んで上の4つのチャンネルに配置していきます。で、ピクセルでは同時に4つのサウンドを再生できるんですが、ミュージックで使用するのは3音にとどめて、残りの1つは効果音の再生用に残しておくのがおすすめです。では続いて、本格的なゲームプログラミングの方法について説明します。ここからちょっと難しい話が続いてしまうのと、時間の都合で説明をはしょらざるを得ないところもあるため、後ほどサンプルのソースコードを見ながら、またゆっくり理解していただくのもいいかなと思います。ではまず、一般的なゲームの処理の流れについてご説明します。通常ゲームは4つのステップで処理が進められます。まずは入力情報の取得で、ここではマウス、キーボード、ゲームパッドなどのユーザーの入力情報を取得します。次に入力情報に基づいて、各要素の状態を更新します。要素には、プレイヤーや敵、弾、また背景がスクロールなどする場合は、その更新処理なども含まれます。続いて、相互作用の処理です。ここでは、プレイヤーと敵の衝突判定や、当たった際のダメージ処理などを行います。最後に、各要素を描画します。描画処理は、全体の処理負荷が大きい場合は、スキップされて、状態更新の数よりも描画の回数が少なくなることがあります。ピクセルでは自動でこのスキップ処理を行います。こちらのコードがピクセルのアプリケーションのひな型になります。
このひな型ではゲームに必要な情報をメンバー変数としてまとめて管理できるように全体を一つのアプリケーションクラスとして定義しています。またクラスの中で3つのメンバー関数を定義しています。1つ目がこのアンダーバーアンダーバーイニットの名前のメンバー関数で、アプリケーションクラスのインスタンスが生成される際に最初に呼ばれる関数、いわゆるコンストラクタです。このコンストラクタではピクセルのイニット命令と、その後にゲームに必要となる各種初期化処理、最後にアプリの実行を開始するラン命令を呼びます。2つ目はアップデートという名前をつけた更新関数です。このメンバー関数をラン命令に登録すると、一定周期ごと、通常は1秒間に30回の頻度でピクセルから実行されるようになります。更新関数の中ではゲームに必要となる状態の更新処理を記述します。3つ目はドローという名前をつけた描画関数です。このメンバー関数をラン命令に登録すると、描画が必要なときにピクセルから実行されるようになります。通常は更新関数と描画関数はセットで交互に呼ばれますが、全体の処理時間が長くなったり、他のアプリケーションの割り込みで間が空いたときなどには描画関数の呼び出しはスキップされることがあります。では実際の処理の例を見ていきたいと思います。こちらはシンプルなシューティングゲームの例になります。まず初期化命令ではピクセルを、イニット命令で初期化しています。ここではこれまでに説明した画面の幅と高さ以外にオプション引数としてアプリケーション名も登録しています。そして、その後ゲームに必要なシーンとかスコアといった変数の初期化を行っています。また関連する一連の処理を、まとめるためにプレイヤーやバックグラウンド、背景ですね、といったクラスに処理を分けて、そのクラスのインスタンスの生成と保持というところもここで行っています。そして最後に、ラン命令に定義した更新関数と描画関数を指定して、アプリケーションの実行を開始しています。次に更新処理の例です。ここでは、プレイヤークラスの更新処理を例として挙げてみました。プレイヤークラスではキー入力に応じて時期の移動や弾の発射を行っています。ピクセルの BTEN、ボタン命令を使うと現在キーが押されているかどうかを取得することができますので、この例ではその結果に基づいて、左キーが押されていたら座標をマイナス、右キーが押されていたら X 座標をプラスといった形で時期を移動させています。また BTNP、ボタンプレス命令を使ってスペースキーが押されるたびに新しくバレットクラス、弾ですね、のインスタンスを生成しています。なお、ここでは割愛していますが、バレットクラスは初期化の際に弾を管理するリストに自分自身を登録するようにしていますので、プレイヤークラス側ではインスタンスの生成のみを行っています。また、弾の発射の際に弾の発射音をプレイ命令で再生しています。プレイ命令では、0から3のどのチャンネルで何番のサウンドを再生するかを指定します。最後に描画処理の例です。ここではプレイヤー、弾、爆発エフェクトの各クラスの描画処理の例を挙げてみました。プレイヤークラスではイメージバンクから BLT、ブリッド命令で時期の画像をコピーしています。また弾クラスではレクト命令で矩形の弾を描画しています。爆発エフェクトクラスでは、中身を塗りつぶした円と円の枠線を組み合わせて描画して、その半径を徐々に大きくすることで、爆発のアニメーションを実現しています。ということで、こちらが今回作成したシューティングゲームの動作画面になります。こちらの方にソースコードへのリンクを貼っておきましたので、興味のある方は後ほどご覧になってみてください。また、本サンプルは今週リリースしたピクセル 1.4.2 の公式サンプルとしても追加してありますので、最新版のピクセルをインストールしていただくと、先ほどのサンプルを動かす手順で試すことができます。で、時間の都合で残念ながら詳細は語れないんですが、各ジャンルのゲームを作る上でのポイントを簡単にご説明したいと思います。まず、シューティングゲームでは、複数の敵や弾はクラスとして定義して、そのインスタンスはリストにすると管理しやすいです。今回のサンプルでも同様の処理を行っていますので、参考にしてみてください。次にプラットフォーマー、右の動画のような
フィールドをジャンプして進んでいくタイプのゲームでは、壁の押し戻し処理が肝になってきます。で、英語にはなってしまうんですけども、2D プラットフォーマーのその壁の押し戻し処理について、詳しく解説している記事のリンクをこちらの方に貼っておきましたので、後で内容の方を読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。なお、このプラットフォーマーについては、いずれ公式サンプルも追加する予定です。次にパズルゲームですが、各ステージを簡単に編集できるようにするために、タイルマップの機能を利用するのがおすすめです。タイルマップコピーという命令がありますので、こちらの命令で、タイルマップ間のコピーというのを行うようにすることで、マスター用のタイルマップを用意して、プレイ時にはテンポラリのタイルマップにコピーしていくことによって、ゲームのプレイ状況においてそのタイルマップを書き換えていったとしても、プレイヤーがミスしたり、ステージを切り替えた際などには、また再びコピーをし直すことで元のデータに書き戻すことができるようになります。最後にロールプレイングゲームはウィンドウとかテキストのアニメーション表示、シナリオの管理などピクセルが提供していない機能を自前で実現する必要があるため、なかなかハードルはちょっと高いという感じです。とはいえ Python にはそういった処理が得意なものが、いろんな機能がありますので、積極的に挑戦してみてもらえるといいんじゃないかなと思います。では最後にまとめとして、ピクセルの今後の話や参考情報についてお伝えしていきます。まずピクセルの今後についてです。現在ピクセルはバージョン 1.4.2 で、今後も不具合修正や機能追加などを行いながらバージョンアップを続けていくつもりです。またそれとは別にメジャーバージョンアップであるピクセル 2.0 に向けた準備も始めています。ピクセル 2.0 ではコアライブラリを C++ からラストに切り替えて、そのメンテナンス性を高めつつ、Python のインタープリタを本体に組み込んで、単体のアプリとしても動くようにしたり、Web ブラウザ上でも動かせるようにしたいと考えています。また、ソフトウェアシンセサイザーについても、より80年代とか90年代っぽい音が出せるように処理を刷新する予定です。もう一点、今後に向けた大事な活動として、日本の Python コミュニティで、ピクセルがもう少し注目されるようにしていきたいなとも思っています。で、一応大事なことなんで二度言いますけども、現在、ピクセルは海外を中心に盛り上がっており、日本での知名度は残念ながら今一つといった状況です。で、今後日本の Python コミュニティでピクセルが注目されて盛り上がっていくようにしていきたいと思っていますので、ぜひ皆さん今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。本日の発表のまとめになります。ピクセルは Python 向けのレトロゲームエンジンです。オープンソースで誰でも無料で使うことができ、画像や音楽の制作ツールも付属しています。で、本日はそのピクセルを使ったプログラミングの方法を3ステップに分けてご説明させていただきました。私の Twitter アカウントや日本向けの Discord サーバーなどで新しいバージョンのお知らせや作品紹介、質問対応などを行っていますので、お気軽にフォローやご参加いただければ幸いです。特にこう新しいバージョンインストールしてみたんだけど、なんか僕の環境だと動かないみたいみたいなところっていうのは、なかなか私も全部の環境をチェックしきるっていうのは難しいところもあるので、ぜひ教えていただけると助かります。はい、以上で発表は終了になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。木田さんもありがとうございました。で、残念ながら発表、質疑応答のお時間残っていないようですので、こちらで終了とさせていただければと思います。またこの後、交流用のスラックだったりですとか、この後すぐツイッターのハッシュタグ等で、何か感想だったりとか、質問があったら、ツイートしてみいただけると、お答えをいただけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。それでは、北尾さんもありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。この部屋ではこの後14時から次のトーク、スフィンクスではどのように Python コードからドキュメントを生成するかが開始されます。またこの後13時からパネルディスカッション形式によるランチタイムセッションが開始されます。ここでしか聞けないような話題が盛りだくさんです。ランチを食べながらぜひご参加ください。Zoom のほか YouTube ライブでもご視聴いただけます。Zoom では、朝のキーノートのセッションと同じ URL からご参加をいただけます。
またこの後スポンサーによるスペシャルブースがございますので、こちらも休憩時間にぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上でご参加いただいている方はスポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただくことが可能です。応募いただいた方にはですね、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。それでは次の動画までしばらくお待ちください。